10月25日火曜日、時刻は午前11時30分を回りました。こんにちは、西島忍です。ここからはクローバーレディオテラス火曜日、今日も大分市船井町にあります FM 大分のスタジオから生放送でお届けします。今週もよろしくお願いします。あと1週間で10月から11月へ、10月もラストスパートという25日火曜日です。朝から気持ちよく晴れて気持ちがねいいんですけれども、今日は皆さんいかがお過ごしでしょうか。日向ぼっこでもしながらのんびり過ごしたいところですが、風がね結構ひんやり冷たいんですよね。服装でうまく調整しながら皆さん過ごしていきましょうね。そして新しい手帳とかカレンダーもそろそろお店にはたくさん並び始める時期で、もう来年2023年のものを買ったっていう方も多いんでしょうかね。私も来年の手帳を買って改めて今年の使っていた手帳をパラパラめくってみると、もうこんなところまで進んだんだなという気持ちになって、若干焦りも感じつつ、これから年末に向けてイベントも増えてくるし、ここからがまた一段と毎日が進むスピードが速くなりそうだなという感じがしています。皆さんも気持ち、体、いろんな変化についていけてるでしょうか。この時間もゲストの方をお迎えして番組をお届けしてまいります。スタジオにお越しいただきましたのは、清松総合鉄工株式会社清松義雄さんです。よろしくお願いします。はい、大分県で一番有名な社長、吉井清松です。せーの、いいね。私も言えました。毎週ですね、日曜日の6時から、はい、吉井清松のあなたの未来という番組をこの放送局でもやらせていただいてますので、はい、聞いたことある人いらっしゃるかなと思いながら、うん、今日は喋らせていただいてます。はい、ね、この時間のゲストって珍しいですよね。そうですね、よろしくお願いします。忍さんの番組出てみたくてしょうがなかったんですよね。本当ですか、本当ですか。今日はもう夢が叶いましたんで、よかったです。ありがとうございます。はい、ではね、今日清松社長にお越しいただいたのは、今度10月の30日もうすぐですね、はい、清松総合鉄工株式会社月始めの朝礼の5周年記念大会が行われるということなんですけれども、5周年、はい、これはその朝礼を行って5周年の記念大会ということですか。そう、今のような形で朝礼を始めたのが、うん、ちょうど5年前の11月だったっていうことで、そうですか。まあ、我が社の朝礼ってちょっと いろんなところでこう NHK で取材を受けたり、はい、大分合同新聞でこう特集組んでもらったり、ニューヨークタイムズにも出たことがある、そういう朝礼なんですよね。 どんなところが特徴的な朝礼なんですか。あのですね、3つの運動から成り立ってて、はい、1つは、ハイタッチ運動、もう1つがええじゃないか運動、うん、そしていいね運動という、その3つの運動から成り立ってるという朝礼なんですよね。みんなで声を出し合ったり、そうですね、誰かを褒め合ったり、昨日こんな失敗しちゃいましたっていうのはええじゃないか運動っていう運動なんですよね。誰か褒めるってね、なかなかこう意識してできることじゃないし、そうですね、CM あたりで承認だけで成り立つ会社って言ってますよね、はい、その承認だけで成り立つためには、誰かのことを認めてやらないといけない、うん、それが褒めるということにつながって、うん、いいね運動につながっていくっていうことですね。自己肯定感も高まりますよね。そうですね。でそんなこう朝礼が5周年5年目を迎えての記念大会が10月30日日曜日に、場所は清松総合鉄工株式会社、これ中津市、いや宇佐市です。あ、宇佐市、ごめんなさい、失礼しました、宇佐市で行われるんですよね、これはどんな記念大会なんでしょうか。キラキラ朝礼っていうので、多分YouTube あたりで、見たことある人いるかなと思うんですけども、はい、川村真由美先生っていう、はい、憧れ先生プロジェクトからこう優勝されて、うん、講師になられたっていう方がいるんですけども、はい、その人が本当に小学校2年生のクラスを持った時にやった、うん、キラキラ朝礼っていうのがね、はい、多分 YouTube で皆さん見てもらえればありがたいなと思うんですけども、その朝礼すごく僕感動したんですよね。で僕でこの真由美先生が我が社の朝礼を見た時に、どんな風に思ってくれるだろうって、はい、
ていうふうに、思ったんですよ、はい、だから真弓先生ちょっと僕うちの朝礼見に来てよっていうふうにお願いしたら、お喜んでっていうふうにして来てくれたんで、せっかくあカバー村真弓先生が来られるんで、じゃあそれをあの皆さんで共有しようっていうことで、5周年記念朝礼をイベントとして行うことにしました。あ、そうなんですね。でこのカバ村真弓先生というのが第一部で講演会を行う先生 で、 そうです、ね、でキラキラ朝礼っていうのをされてて、そういうことですね。でそのキラキラ朝礼もその清松社長がされている朝礼にこう何か生かされているところもあったりするんですか。そうですね、あの僕がこの朝礼始めた時はこのカバ村先生の朝礼まだ見たことなかったんですけども、まあ、川村先生という名前も知らなかったんですけども、はい、今度改めてねそのキラキラ朝礼見たら、あここ俺のうちの朝礼と全く一緒だとかいうとこが共通点がたくさんあったんですよ、はい、だからすあ僕のやってることってあやっぱり間違ってなかったんかなって思いながら、この川村先生にその朝礼を見ていただきたいっていうのが本当ね、どんな感想が聞けるかっていうのも楽しみですよね。で、あの、まあ、著書もありまして、はい、子どもたちの命が教えてくれたことということで、子どもたちの、光る声っていう著書もございまして、まあ、この本、もし、読める機会があったら読んでください。本当にあのバスターのなしでは見れ読めない本です。もともとね小学校の先生をされてたっていうことなので、自身の経験っていうのも生かしての、そうです ね、 ね。であの朝礼の記念大会っていうのが第1部第2部とねもう盛りだくさん で、 そうです、ね、で何から紹介しようかなっていうところもあるんですけど、まあ、一部のメインがこの川村先生の、そうですね、あの公演 で、はい、で他には第1部だとどんなイベントが行われますか。いやあの清松総合鉄工の日頃にやってる朝礼も見ることができます、はいはいはい、それを、それを、まあ、見てもらうのも、多分勉強になるんじゃないかな、こんなあのうちの会社が、ね、16億ぐらいの売り上げだったのは、この朝礼をやることによって、はい、たった3年で37億になったという朝礼です。すごいですね、はい、すごいですね、倍ぐらいになってるってことですか。 2.14 倍、まあ、ね、倍にした。それもこう大分合同新聞さんで特集して、どうしてこの会社ってこんなにあの急に売り上げ上がったんだっていうことも特集してもらったこともあるっていう朝礼で、本当に、朝礼を聞くだけで見るだけでそれをやるだけで、あなたの会社の年商も上がっていくはずだっていう朝礼ですね。いろいろ刺激もらえそうですね。そうですね。で第2部はどんなイベントになってるんでしょうか。あの、ね、第2部、まあ、メインはですね、はい、パノラマとラボラトリーっていうグループがございまして、はい、あの今我が社の朝礼あ我が社の CM のバックで流してもらってる、うん、その曲なんですよね、うんうん、聞いたことあります。そうですね、はい、で吉井清松のあなたの未来のバックグラウンドミュージックもこのパノラマとラボラトリーの人たちに歌ってもらったんですけども、はい、このパノラモってパノラボっていうふうに略しますが、はい、このチームがですねエマージェンザ2022で何のことっていうのは思うかもしれませんけども、はい、これインディーズのナンバーワンバンドを決めるっていう大会なんですよ。それが横浜でありまして、はい、見事日本一になられた。あ、すごい、すごいです。日本一のインディーズバンドって今名乗れるのはパノラマだけなんです。で今ドイツに凱旋あの日本を代表して戦いに、音楽の戦いに行ってるっていう、ね、世界大会って書いてありますね。そこにも、この、 そのパノラボと清松社長のこう出会いっていうのは、うん、本当に、些細なことで、なんかイベントみたいな、僕パノラボ知らなくてイベントに行ったんですけども、うん、そこで歌われてたんですよ、なんかすごくいい歌だったんで、はい、うちでも歌ってよって言って、我が社のイベントに最初来てもらったっていう、はい、その流れでもう毎そこからのそれからイベントのたびにこのパノラボにはうちの会社に来てこう歌ってもらってるっていう感じ。こうなんか優しい歌声ですよ ね、 そうですね、こう癒されるというかね、はい、そうですね。でそういった方も来られる。そうですね、本当盛りだくさんですよね。そうです、まあね、有名なところでは中村慎吾さんが、そうですね、我が社の次の応援歌を作ってくださって、そうなんですね、それの初披露も
このイベントです。ちょっと前にねこの番組にもゲストに来てくださいました。あ、そうなんですか。はい、あの方も歌われて、ええ、もしかしたら新曲披露もあるかもしれないっていう、新曲披露をやってもらうことになってます、ね、では改めて清松総合鉄工株式会社月始め朝礼の5周年の記念大会について紹介していきたいんですが、10月30日日曜日、場所は宇佐市の清松総合鉄工株式会社、はい、で第1部会場が午後1時からですね、はい、で1部が午後1時から午後5時までになっていて、はい、で午後5時から5時30分までがみんなで、これはレノンウォールというのはこう壁に、そうですね、壁に平和のメッセージを書いていくっていう、そういう活動もやってまして、はいはい、それをみんなに書いてもらうかなと思ってます。でそれを書いていただいて、で今度次が第2部は午後5時からスタートで、レノンウォールに書き込みをしてもらった後、先ほど紹介いただきましたパノラマとラボラトリーの歌があったり、はい、中村慎吾さんの歌があったり、そうですね、もう盛りだくさんです。これ詳しくはどこ見たらいいですかね。あの僕のね、あの SNS、はい、たくさんいろんなところで出してますんで、どっかで見ていただければ、はい、見ていただければ、ね、じゃあ清松社長を調べてもらったらいいってことですね。私調べてもらって、これ参加したい方はチケットが必要なんですかね。そうですね、あの当日券しかもうございませんので、もう当日券のみなんですね。ですから当日来てもらって、あの、はい、見たいんですけどって言ったら、ちゃんとあの受付分かるようにしておりますんで。分かりました、もう前売り券はもう全部、そうですね、まあ、人気なんですね。そうです、そうです、すごいすごい。じゃあ当日券は数に限りありますか。いやいや大丈夫です。あの大丈夫ですか。まあ、300人ぐらいは入る会場です。すごいすごい、はい、じゃあたくさん来ていただいてね、さらにこう盛り上がって、はい、いろいろね学びとかも深められる会になるといいですよね。そうですね。ではそろそろお時間ですので、清松社長からラジオを聞いてる皆さんにメッセージをお願いします。はい、今週末、10月30日清松総合鉄工の5周年の朝礼、公開朝礼5周年記念と題しまして、朝礼大会、イベントを行います。まあ、1時から来ていただいた方は、マルシェも出してもらってますんで、マルシェ、ね、お腹空かせて来ていただいて、はいはい、で、マルシェで何か食べてもらって、飲んでもらって、そして、朝礼イベント出てもらえばありがたいなというふうに思います。はい、10月30日、日曜日、ぜひ皆さん、足を運んでみてください。この時間は清松総合鉄工株式会社清松義雄社長にお話を伺いました。ありがとうございました。せーの、いいね。